はい、今日は井上さん、はい、どんなお話をお聞かせいただけるんでしょうか。今日はですね、はい、本の紹介をしてみたいと思うんですけど、はいはい、この方もうたくさん本が最近あるんで、川原茂人さんっていう音声学者なんですけど、はい、まあ、一番新しいのちょっと紹介をしたいと思いますが、はい、まあ実際はですね、ちょっとこれ全部持ってきてないんですけど、例えばもう音声学者でいらっしゃるんですね、川原茂人さん。まあこういう非常にベーシックな、まあいわゆる音声学のテキスト的な入門書的なものも書かれてるんですけど、はい、まあ例えばこう「あ」は「い」より大きいとかっていう、これまあ音声学の入門書なんですけど、切り口がまず面白いですよ。どういうふうにしてその音声学に興味を持ってもらえるかっていう、 そうですね、そのなんか切り口の面白さが、音声学ちょっと嫌われ科目ですからね、言語学では。で、はい、実際まず言ってきますと、川原さんは音声学者で、もうそれこそ国際的な音声学者なんで、まあ、あの方が書いた博士論文とか、もうガッチガチの音声学ですけど、うん、だけど最近書かれてるのは、例えばこういうフリースタイル言語学とか、 はい、あるいはこあの例えばあのラッパーとなんか一緒にあのいろんなことやったりとかね、うん、そういうような企画も面白いし、それからあのお子さんをよく登場させて、はい、あのお子さん あの話とかを入れながら、成長過程を入れながら、はい、発音ですね、音声学の話をしてっていうことなんですけど、これ一番新しいのがこの、なぜお菓子の名前はパピプペコポが多いのか、ちょっと言えなかったお菓子の名前がなぜパピプ、え、違う、なぜお菓子の名前はパピプペポが多いのかっていう、なるほど、この切り口がまた面白くて、面白いですね。でこの人のね、まあ、読んでてとにかく面白いんですけど、あの同時にですね、言語学愛っていうか、うん、まあ、音声学愛っていうか、うん、その情熱がもうなんかすごく伝わってくるような、そういう著作で、面白さプラス、はい、もう本当に勉強になることたくさん、その態度としても中身としても、うん、両方ともすごく勉強になることがたくさんあって、はい、授業でもね、あの人気、はい、人気ですよね、はい、面白い話をたくさんしてくれるんですけど、またちょっとネタバレじゃない程度に、はい、あのお話ししたいと思うんですけど、この今回の企画、今回っていうかこの ご著書の企画はですね、小学生を相手に、うんうん、この音声学、まあ、だけじゃないんですけど、言葉の素朴な疑問を小学生から拾って、それにもう非常に面白く、まあ、きちんと準備されてお答えになって、そのやり取りがまあ一番この本のベースになってるんですね、うんうん、この発想がまずすごいですけども、そうですね、この中でね、例えばどういう問いがあったかっていうことなんですけど、うん、まず小学生、まあ、お子さんに対してもそうなんですけど、この小学生たち、子どもたちの言語感覚っていうか、うん、そういうなんか素朴な疑問っていうのをとても大切にしてらして、うん、そしてその感性に対するリスペクトがあるというか、その問いはすごく面白い問いだっていうようなことも、うん、同時に、まあ、子どもたちのやり取りがもうこう収録されてる感じなんですよ、はい、で例えばですね、これもう本当になるほどと思わせる話がたくさんあるんですけど、はい、うん、例えば濁点がつくガギグゲゴみたいな音と、はい、アイウエオみたいなああいう音にはどういう違いがあるのかと、濁点がつくのとつかないのはどういう違いなのかっていうような、うん、例えばそう、まあ、ちょっとこれぐらいはお話ししてもいいのかもしれないんですけど、あんまりネタバレしないようにしたいと思いますけど、つまり濁点がつけられない音っていうのはもうそもそもつけなくても、まあ、有声音なんですね、はい、要するに声帯が震えている音だと、あいうえお、あいうえお、で濁点がついてるやつはつかない場合は声帯は震えない、つくと震えるっていう、そういう話をこの MRI でちょっとこの MRI のですね、写真を見せながら、うんうん、あ、こういうふうに動いてるよねっていうのを見せながら、うんうん、それでその違いを小学生に本当に分かりやすく、しかもこれ大人が読んでもなるほどなっていう感じの話として書いてらっしゃるんですね、うん、小学生の疑問って鋭すぎて大体答えられないですよね。なんでそんなバカなこと聞くんだって終わっちゃうんですね。これね、はい、川原さんも非常に誠実に
それは難しい問題だねって、それから言語学でもまだ分かってないんだっていうことも言いながらも、うん、でもこんなことをあの研究しているような例もあるよっていうことで、言葉の研究がどれぐらい面白いかっていうことも、うん、なんか子どもたちに話してる。言語学愛ですね、まさにね。言語学愛なんですよ、でもうだからこ の, あの朝礼1時間目2時間目っていう構成になったんですけ ど, はい、朝礼では言葉の研究は 何が面白いのかっていう、なんか素朴に子供があの質問があったらしいんですよ。言葉の研究って面白いんですかみたいな。なかなか答え深いですね、うん、面白いですけど、なぜ面白いのかとか、面白いのかどうかって人に説明するのは個人的には面白いですけどね、なかなか難しいところありますけど、そこを非常に誠実に答えてらっしゃるっていう、そこが面白いですね。それから例えばパピプペポに関して言うと、なぜ英語のあの言葉はパピプペポが多いのか。確かに、あの日本に入っているカタカナ言葉ですよね、うん、パピプペポはあ の, の言葉なぜ多いのかっていう、うん、でそういうような話もこれもちょっとだけ言ってもいいのかな。これ要するにあの日本語の歴史の中でもともとハヒフヘホだったっていう、その要するに、うん、あの変わっちゃったっていう音の変化の話になって、はい、だからパピプペポもともとはハヒフヘホがパピプペポだったっていうような、うん、そういう感じの話にもあったんだよっていうような話を、はい、もうちょっとあのこういうような話が、ね、はい、もう満載で、あのもうネタ的にも面白いし、すごい面白いんですよ。それからこれあのちょっと河原さんの話を、として、置くとですね、私の知る限りですけど国際ポケモン学会ってやってるし、あ、はい、で一回あのここのキャンパスでもやったことがあって、うん、なんかあの音声学会と抱き合わせで、うん、音声学会と国際音声学会と国際ポケモン学会と、うん、土日で1日ずつやったんですよ、はははで私たまたま土日キャンパスにいて、で音声学会はちょっと人がちょっとまばらだったんですけど、国際ポケモン学会になると本当なんかもう世界中から人が来てるみたいなぐらいに大盛況で、すごいなと。あ、なるほど、はい、これはですね、まあ、言語学で音声学って音象徴っていう話だと思うんですけど、うん、音のイメージみたいな、はい、で私ポケモン分かんないんで何の話かちょっと分かんなかったんですけど、うん、どうもポケモンっていうのは進化していく、進化ですかね、でだんだん強くなっていく、で強くなっていくと名前が変わるみたいで、はい、そうなるとどういう音になっていくかみたいな、うん、強そうな音を使ったりとかいうことになってるんですかね。とかそれからちょっと他のご著書ですけど、あのメイドカフェに行って、メイ、はい、あれは本当に楽しまれてるのか調査なのかちょっと、はい、あの分かんないんですけど、あのメイドカフェの名前でどういう名前をつけるとなんか可愛いとか、はい、あとこの中に出てくるんですけど、プリキュアに出てくる、プリキュアって、はい、あの女の子男の子も見るんですかね、キャラの命名ですね、命名がどういう音だと可愛いのかと、なぜなんだろうみたいな、うんうん、そういうのを子どもたちにその問いかけながら話をしているとかですね、うん、それから話はですね結構もういろんなところに進んでまして、例えば原始人ってどんな喋り方したんだろうとか、それとか世界の言語はなんでバラバラなんですかみたいな、出てきそうな問題ですね、だけど簡単に答えられないんですよね、はい、っていうような話があったりと、これはもう河原さんの本も基本的にみんな面白いんですけど、まあ、一番最近のものとしてこういう問いに、うん、あの答えて出して、だから河原さんもあの先ほど申し上げたラッパーの方とか、はい、いろんな歌を歌う歌手の方のなんか音声に関する、はい、あのご指導なさったりとか、うん、この場合はあの田原真史さんが、はい、あの推薦の帯を書いていらっしゃいますけれども、はい、これもなんかこの本あのご本のこれじゃないみたいですけど、ご本のきっかけで、うん、この歌人ですか、何て言ったんですか、歌人ですかね、そうですね、歌人ですね、田原真史さんって一時期あの有名になって、はいはい、なりましたけど、ね、まあ、今でももちろん有名な方ですけど、あのそういう方とのお話があったりというような話で、はい、活動の幅はものすごく、ね、広げられて、ね、はい、そしてですね、これはちょっと大人向きかもしれませんけど、私はねすごく面白いなと思ったのが、はい、一番最後にですね、社会学者の橋爪大三郎、もうあの社会学者としてももう大御所だと思うんですけど、うん、この方とその対談をされているという、はい、でこれは言葉についてあの、まあ、どういうふうに考えるかっていうようなことを、もうこれはあの橋爪大三郎さんは社会学者ですけど、うん、言葉に対する、まあ、著作もありますし、うん、いろんな面白い知見がたくさんあって、うん、でそういうその
言葉に関してあるいは学びに関して、はい、河原さんとこの橋爪大三郎さんが対談しているっていう、これ一番最後の、まあ、ちょっとスペシャル対談っていうのは最後の何ページ、はい、40ページぐらいなんですけど、これもなかなかね面白くて、これ今までのも面白かったんですけど、この一番新しいこれも非常に面白いなと。いやいや、ぜひね、川野さん、はい、ここに現れてほしい。ぜひ、実は来てくださることになってまして。いやすごいですね、これはね。水曜の飲み、はい、飲み会で。川野さん、はい、お飲みにならないらしいですけど。そうですね。はい、お飲みにならないらしいですけど、はい、水曜会の、うん、まあ、雑談会ですね、はい、お越しいただくことになりましたんで。いや、これもこう雑談っぽくありながら、もう最後は言語学持っていくわけですよね。そうなるに決まってるじゃないですか。面白いですよね。一応今のところは11月、はい、まだ収録してないんですけど、11月にアップする予定で、はい、まあ、河原さんに、まあ、出てくださることはご了解いただいてるん で、 そうですね、今収録の日程を、そうすると、視聴者の皆さんに、うん、小学生っぽい質問を、まあ、今日の回でも結構ですね、これをこう寄せていただいたりして、はいはいはい、その収録回に答えてみたりとか、まずこれお読みになったらいいんじゃないですかね。はい、1870円っていうこの値段設定は、まあ、一般の、まあ、川原さんの本大体そうなんですけど、一般の方も、手に取りやすい感じですかね。手に取りやすい感じで、はい、多分売れてるんじゃないかと思うんですけど、まあ、これも言語学愛と、それからなんか学びの愛みたいなね、小学校の先生にもなんか指導してもらっているようなやり取りがあるんですけど、分かったって聞いちゃダメだよって先生に言われて、分かったって子どもたちに聞くと大体分かったって答えちゃうんで、そうね、そういう聞き方はダメなんだっていう、なんかそれもすごく河原さんがいい学びだったっておっしゃってるんですけど、それを読んでる我々もすごくいろんな学びがあって面白いなと思いました。いや、我々も言語愛をこのねチャンネルを通じて、はい、ね、お届けしてるんですが、はい、そうですね、まだまだちょっと修行も必要が足りないかもしれないようで、ちょっと頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。